その少年には夢がありました。光り輝く希望を抱き、自分には素晴らしい未来が待っていると信じていました。でもいつからか少年は現実に失望して、見ていた夢さえ忘れ、やがて自分が生まれてきたことの意味を探し求めるようになりました。自分はなぜ生まれてきたんだろう。67億もの人々がこの世に生きている理由、それはきっと、ある一人の少年を思い出していたんだ。その姿を焼き付けた過去からの物語。人見知りで話すことが意味などないと思っていた。
ありがとうございます。